皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、巨人、梶谷隆行外野手23日、東京都内で会見を開き、今季限りで現役を引退すると発表した。今季は開幕戦に3番、右翼で先発出場したが、年間では6試合の出場にとどまった。会見では、今年限りで腹を決めて決断しました、後悔はほとんどないと思います。 やりきりましたと語った。実際の様子、引退会見に坂本康賀の11選手がまさかのサプライズ登場。横浜、d n a を含めて18年の現役生活。1064試合に出場し、980安打、打率27万126本塁打、441打点、162盗塁だった。冒頭で、 読売巨人軍のすべての方々、4年間感謝しております。古巣である横浜 DNA ベイスターズのすべての皆様も14年間もありがとうございますと両球団に挨拶。18年間という長いようであっという間の18年間。周りの方々にさせられて、こういう日を迎えられて本当に幸せと感じておりますとすっきりとした表情を見せた。 決断は少し前、手術を受けた左膝が好転せず、とにかく体がついていかないというところのみで決断をしましたと明かす。安倍慎之助監督からは、限界か、家事、と言葉を受けた。心中察していると愛情を感じましたと感謝した。海星鷹、島根、を経て2006年高校生ドラフト3巡目で横浜に内野手として入団。 2009年に一軍初出場を果たすと、2013年には77試合ながらも打率、346、16本塁打、オプス1.047をマークしてブレイクした。2014年から外野手に転向、同年は142試合で39盗塁を記録し、自身初タイトルとなる盗塁王を獲得した。 2017年には20本塁打 &20 盗塁を達成。2020年には109試合でリーグ2位の打率、323、19本塁打、オプス、913を記録し、同年オフに国内 FA 権を行使して巨人へ移籍した。巨人1年目は故障もあって61試合出場にとどまり、 2022年は左膝半月板の手術を受けて一軍出場ゼロ。同年オフに育成契約へと切り替わった。2023年の開幕前に支配下登録となり、102試合で打率275を記録した。今季は阪神との開幕戦に3番、右翼で先発出場。守備では超ビギでピンチをしのぎ、打ってはツーランで阿部監督の初勝利に貢献した。 存在感を示したが怪我に苦しみ、出場は6試合に限られた。引退を伝えた妻からは、自分の思うようでいいんじゃないと後押しされた。美しくて強い妻なので、すごく背中を押されたと感謝する。巨人では、思い描いたようにはいかなかったけど、移籍してよかったと心から思います。素晴らしい仲間に出会えて一生の財産を得たと思っています。 今後については球団からありがたいお話をいただいたけど、一度ちょっと野球を離れたい思いありまして、その胸を伝えさせていただいた。全力プレーでファンから愛された36歳がユニフォームを脱いだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。